今年のルーキーはセリーグでは新人最速10号を達成した佐藤輝明、パリーグでは4勝目をつかんだ早川隆久などが活躍していますが、高卒1年目の選手もすごいのは皆さんご存知でしょうか。一部早くも1軍の試合に出場した選手もいますが、2軍戦では主力選手として活躍している選手も多いです。今回はどの球団の高卒ルーキーが最もロマンあふれる活躍を見せているのか紹介していきたいと思います。まず東北楽天です。現在早川隆久投手や内間投手など大卒投手が活躍を見せていますが、高卒指名はこの2人。まず入江選手ですが、左肩の手術のため現在リハビリ中、内投手は1試合登板です。2人ともスケール抜群の選手のため、これから驚くようなパフォーマンスを見せてくれると思います。千葉ロッテは高卒選手が4名になります。その中でも西川選手、山本選手が出場しています。高校通算55本塁打の西川選手は世代トップクラスのスラッガーとして注目されていましたが、ここまでの試合を見るとスピードに苦しんでいる感じは見られます。一方、中国地区トップレベルの大型外野手として注目された山本選手は初打席初本塁打を記録、打率も2割超えと現在22試合に出場、打率2割5分1本塁打7打点を記録しています。中森投手はまだ2軍登板はありません。投球の完成度だけで言えば早くから試合で投げていてもおかしくない投手でした。高校時代から柔軟性を課題にしていたので、プロで長く活躍できる土台作りをしていると考えられます。故障に強くなり、さらにパワーアップできればおのずと活躍できる逸材なので、その機会を待っていたいと思います。続いては広島です。広島はこの2名です。まず小林投手ですが、2試合で3イニングに登板して2失点、3奪三振を記録しています。二俣選手はすでに14試合に出場しており、2本塁打を記録しています。自慢の強肩も魅力的で、今後の活躍に期待がかかります。巨人は去年の高卒指名選手は以下の通りとなっています。現在2軍に出場しているのが秋広選手のみです。本来高卒選手は3軍でプレーすることがほとんどですが、2軍でレギュラーとして出場していることが素晴らしいですよね。ここまで31試合に出場し、高卒1年目の選手としては両リーグ最多となる3本塁打を記録。打率面では苦しんでいますが、今後も浮上するか注目です。続いては阪神です。阪神は高寺選手1人だけの指名なのですが、高卒1年目としては9大点といえる成績を残しています。昨年東京ドームで開催された練習会で最もいい当たりを見せていた選手でした。さらなる活躍に期待がかかります。続いては横浜 DeNA です。この中で出場を見せているのが小深田選手です。20試合以上に出場し、1本塁打9打点、打率2割2分5厘と健闘を見せているでしょう。続いては日本ハムです。日本ハムからは細川選手が13試合で打率2割3分5厘、6打点3盗塁、なかなかの勝負強さを発揮しています。ショートとして10試合に出場していますが、4失策といかにプロのスピードの対応ができるかが勝負となりそうです。根本投手は3試合で3イニングを投げて無失点の好投を見せています。続いては埼玉西武です。まず山村選手はここまで33試合に出場、将来の主力候補として起用されているのがうかがえます。また中見川選手もまだ本塁打はありませんが、打率2割超えとドラフト7位の選手としてはかなり好成績といえます。育成枠の長谷川選手は20試合に出場、打率2割を超えており、育成選手の高卒1年目としては上々のスタートを切っています。豆田投手ですが 4.1 イニングを投げて7失点ですが、投球イニングを上回る5奪三振、ストレートの威力、キレの良さは評価が高いです。課題となる変化球のコントロールなどどう身につけていくかが
鍵となりそうです。ここからの3球団はロマン上位球団に認定します。まず紹介するのが東京ヤクルトです。内山選手は8日の横浜 DeNA 戦でサヨナラヒット、打率も2軍では2割5分8厘という成績、1軍の試合も経験し、今年の高卒打者では別格のパフォーマンスを見せています。下投手、カテカル投手もここまで2軍戦ですが登板を経験しています。次は福岡ソフトバンクです。通常はソフトバンクの高卒選手は3軍からスタートするのですが、まず井上選手は2軍で12試合打率2割4分、3軍では打率3割2分6厘とハイアベレージを記録、2位の笹川選手も3軍で3打数1安打を記録、3位の牧原選手も3軍で10試合に出場、打率2割5分をマークしています。4位の川原田選手も3軍戦に13試合出場を果たし、打率2割以上を記録しています。早選手、伊丹選手も3軍戦ですが試合に出場しています。投手では桑原投手、大城投手が力投を見せています。次はオリックスです。早くもレギュラーとして試合に出場しているのが2位の源選手と3位の北選手です。源選手は打率面で苦しんでいますが9打点を記録しています。北選手は打率2割以上をキープ、まだ本塁打はないものの11打点はオリックスの2軍選手の中ではトップの数字、勝負強さを発揮しています。そして世代屈指の剛腕へ成長した山下投手は3試合に登板し6失点と苦しいデビューとなっています。最後は最もロマンのある球団中日を紹介したいと思います。まず高橋投手ですが12イニングを投げて9失点という結果ですが、12奪三振と投球回と同等の三振を奪うことができており、ボールの威力はあります。一歩ずつ投球術を突き詰めていけば成績は向上するタイプではないでしょうか。そして12球団の高卒新人で最もロマンがあるのは土田龍久選手ではないでしょうか。守備力が問われるショートでありながら初本塁打を記録し、チーム2位の11打点、2塁打3塁打を2本ずつ記録し、2盗塁と走れる姿もアピール。何よりすごいのは守備の数値です。28試合109の守備機会で失策2で守備率9割8分2厘はショートで両リーグトップ。高卒1年目ですと失策が2桁以上も当たり前となる中で、捕殺数はショートではウエスタンリーグトップで、高卒1年目とは思えない数字を残しています。数字以上にすごいと思わせるのはスーパープレーの数々です。ぜひ注目していきたいと思います。いかがだったでしょうか。ここから数字を伸ばす選手がどんどん現れることを期待したいと思います。